ブルームバーグ、日本銀行の上田和夫総裁は22日、足元の物価動向について、デフレではなくインフレの状態にあるとの見解を示した。衆院予算委員会で答弁した。上田総裁は東京都区部の1月の消費者物価が1年8か月ぶりに2%台を割り込んだことに関し。 輸入物価高を価格転嫁する動きの鈍化や政府の物価高対策の影響とし、賃金上昇を反映する形でサービス価格が緩やかに上昇する姿は続いていると指摘。その上で、去年までと同じような右上がりの動きが続くと一応、予想している。そういう意味でデフレではなくインフレの状態にあると語った。 東京消費者物価1年8ヶ月ぶり2%割れ宿泊が下押し圧力に拍車政策決定の際には基調的な物価上昇率を見て判断するとし徐々に高まりつつある高まっていくと判断していると説明労働需給が引き締まる下で企業の賃金設定行動も従来より積極的な動きが見られているとし 雇用賃金が増加する中で物価も緩やかに上昇するという好循環が強まっていくとの認識を示した1月の金融政策決定会合以降上田総裁や内田伸一副総裁から正常化への地ならしと取れる発言が相次ぎ市場では3月か4月の会合で政策変更に踏み切るとの観測が広がっている 総裁が今後も貴重的物価が上昇し、賃金・物価の好循環が強まっていくとの見通しを示したことで、早期の正常化観測を後押ししそうだ。上田総裁の発言を受けて、外国為替市場では日銀の政策修正が近いことが意識され、円を買い戻す動きが出ており、一時タイドルで前日比0.1%高の150円23銭とこの日の高値をつけた。 鈴木俊一財務相は同意委員会で、政府の物価高対策は物価を引き下げるためではなく、国民生活や事業活動を守るために対応するものと説明。日銀の金融政策とは目的や対象が異なり、両者が矛盾することはないと語った。 その上で、政府・日銀の共同声明に沿い、両者が一体となって、物価安定の下での持続的な経済成長に向けて取り組んでいくことが重要だと述べた一方、上田総裁は金利が1%上昇した場合の日銀保有国債への影響を問われ、40兆円程度の評価損が発生すると説明。 鈴木財務省は足元で銀行が保有する有価証券の評価損益は株式含み益などで全体としてプラスだとし保有債券に評価損が発生しても評価益と一定程度相殺されるとの見方を示した関連記事取材協力氏金恵子船引三郎関根博之、横山絵里香以下はネットユーザーの反応をまとめたものです 消費者物価の上昇が続きます食品やエネルギーなどのように価格決定が市場でなされるケースのほか商品サービスによっては市場性がそもそもあまりなく販売者が顧客の動向を確認しながら主体的に値付けを行うケースもありますエンターテインメントビジネスは圧倒的に後者の値付けが多いです最近では コンサートやライブ等のチケットの痛みをやや感じるほどの価格上昇が話題になっていますあるミュージカルのチケットは以前8800円であったのが現在は1万1500円といった具合消費者物価の上昇は全般にやや落ち着いてきてはいるようですがエンタメにおいてはどうなのか ライブに限らずサブスクサービスなどエンタメサービス全般の価格はどのように推移しユーザーやオーディエンス等消費者の動向には変化が起きるのかエンタメ関係者は注目しています上田日銀総裁が現在の物価情勢についてデフレではなくインフレの状態にあるとの認識を示しました定義としてデフレは値の持続的な下落となります これに対し、コロナ後の物価情勢は、上昇、が続いており、これを文字通りの意味として、インフレと評したとみられます。焦点は、今後の物価情勢であり、日銀はこのところマイナス金利解除に前向きな姿勢を示しています。この国会答弁では、物価の基調的な動向について、上昇率は高まっていくと指摘。 また賃金と物価の好循環が強まっていくとの考えも示しました一連の発言は最近のマイナス金利解除に前向きな姿勢に沿ったものであり実際為替市場では上田総裁の一連の発言を受けて円買いドル売りが強まりました日銀からは今後も国会答弁や政府総裁審議委員らの講演会見などを通じて マイナス金利解除に前向きな情報発信が続くとみられますつい本音が出てしまったのかもしれないが総裁がインフレを意識してマイナス金利解除に前向きな姿勢であることが分かる発言である消費者物価指数については 競平均が1989年の高値を抜いていたがその1989年当時と現在の消費者物価指数が似通った動きとなっていたことにも注意したいまた来週27日には1月の全国消費者物価指数が発表されることで念のためこちらの動向にも注意したいスタグフレーションスタグフレーションスタグフレーションとは 景気が後退していく中でインフレーション、インフレ、物価上昇、が同時進行する現象のことを言います。この名称は、景気停滞を意味する、スタグネーション、スタックネーション、と、インフレーション、インフレーション、を組み合わせた合成語です。 通常、景気の停滞は、需要が落ち込むことからデフレ、物価下落、要因となりますが、原油価格の高騰など、原材料や素材関連の価格上昇などによって不景気の中でも物価が上昇することがあります。これが、スタグフレーションです。景気後退で賃金が上がらないにもかかわらず物価が上昇する状況は、生活者にとって極めて厳しい経済状況と言えます。 我が国では1970年代のオイルショック後にこの状態となっていました完全にスタグフレーションインフレと言ってごまかすのはやめたほうがいい資材や食品の物価高実質賃金のマイナスの社会保険料の高騰が一般国民は苦しい生活が続く一方で大企業の正社員はますます豊かになる おまけに株価は生活実感とは一切関係がなく海外税の投資が日本に向いてきているため上昇するので今後貧富の差は拡大し強盗万引き誘拐詐欺などの犯罪が増加しそうで危険です確かに最近では物価高と同時に賃金も上がっていると感じます特に非正規雇用の給料は上昇傾向にあると思います 統計を見たわけではないので、全体的に見れば変化はないのかもしれません。あくまで個人的感想です。地元の最低賃金も上がっていましたし、私の勤めている会社でも特に若年者の月収やボーナスが年々上昇しています。とても良い傾向にあると思います。しかし、物価高や増税の影響もあると思いますが、賃金は上がっても生活水準が上がったり、 下がったたりりした感覚はありません私の年収は平均程度ですが今の生活に満足していますし不便もしてないので現状維持できているだけでもありがたいです。